あんたら覚悟しんや。人生はアハウェ、おうちへドラッグ、ヨピチャンネルにようこそ。ヨピちゃんです。さてさて皆様、今回の動画はドラッグメイクチャレンジ、世界のメイクトレンドをドラッグメイクでチャレンジをする動画。今回取り上げるメイクトレンドは、かの有名なそうよーの小田切先生も着目されていたあのメイク。今回お届けするメイクのポイントは、一重まぶたの人がスモーキーアイで目を大きく見せるためのアイデア。可愛い完成形は最後のお楽しみ。というわけで、今回のメイクのコンセプトは、屈強な男たちを一別で従える最強つよつよなモブワイフ。では早速メイクスタート。はい、最強のコントアができました。いつもより色黒なの気づいた。尊敬する小田切、尊敬する小田切弘先生もさ、モブワイフやるときヘルシーで色黒なコントはされたじゃない。でも私もそれに習ってちょっと色黒なコントはしてみたんだけど、いかがかしら。でね、今回のこの色黒のコントに関してもおしゃべり動画としてこの後リリースする予定でおりますので、お待ちくださいまし。じゃあね、メイクやっていきましょう。まずは眉毛描きましょう。はい、眉毛を描いていくんだけど、眉毛もやっぱりモブのワイフらしいつよつよの最強アイブロウ。えおえお、じゃあね、目尻側描いていこうよ。こんな感じ、こんな感じ。次は、そしたらね、毛を描いてこいよ。素敵、いい感じね。そしたらね、こっち側を描きましょう。最強女性のつよつよ眉ができました。あの眉毛のこのつり上がり自体はね、そんなにつり上げてないんだけど、これ何が強く見せるかっていうと、眉毛の位置なのよね。眉毛の位置が目に近づけば近づくほど、しかめ面によるというかね、少し強そうな印象になっていくのよね。今回はね、若干眉毛の位置をね、下気味に描いてみたんだけど、強いね。はい、眉毛とってもいい感じだから、ちゃっちゃとね、次の工程進みましょう。次の工程はアイシャドウの位置ね。アイシャドウの1回目やっていきましょう。アイシャドウの位置といえば、カットクリースのライン取り。やっていきましょう。このクリースラインの低さはわかるわね。早速、モブワイフとして悪事を働きます。二重まぶたの偽造。はいはい、クリースラインが乗りました。じゃあね、カットクリース、もとい、二重の下書きをしていきましょう。少し影色をのせ直して、その上でトランジションしていこうかな。トランジションしていくね。大きく丸くアイシャドウのせ、のせちゃわないで、なるべく横長にアイシャドウを捨てます。私は今このマックスの暗い色と今のスタイルの間の色でね、この2色をトランジションしていったら、1回目のアイシャドウは完成。はいはいはい、できましたよ。このアイメイクはあれよ、今ね、世界的に流行ってるラテメイク。ちょっとね、今首からは全部ラテカラーだから、あのラテカラーアイメイクが分かりづらいんだけど、ラテカラーなの。今さ、世界的にラテカラーのアイメイクって、まあ今年入ってからずっと流行ってるじゃない。モブワイフとラテカラーをね、ここミックスしたメイクにしてみようかなと思ってやってるんだけど、どう思う？二重まぶたを偽造してますみたいなこと言ってたじゃない。結構くっきりめの二重の人みたいに
見えるよね。じゃあね、二重まぶたの偽造を完成させましょう。続いてカットクリスなの。カットクリスやっていくんだけど、まずはね、さっきのアイシャドウの1の工程でやったカットクリスの下書きの中をね、お掃除してきます。はい、お掃除終わったんだけどね、冒頭でチラッと、本当にチラッと言ったんだけど、スモーキーアイのアイメイクをね、目指してるのよね。で、なんでカットクリースを描いてるかというと、スモーキーアイって一重の人がやっちゃうと目がね、ちっちゃく見えちゃったりするんだよね。ドラッグメイクでスモーキーアイやろうとすると目ちっちゃくなっちゃって、ちょっとなんか目ちっちゃくてあんまり映えないみたいなことがね、よくあったのよ。で、今回はここまでいろんな知識、いろんな技術を蓄えたから、スモーキーアイなんだけど目がちっちゃくならないように工夫できないかなと思って、このやり方やってるので、このお掃除した中をコンシーラーでね、埋めしていきます。すごいクールな女って感じがしてかっこいいじゃん。でもやっぱ目がちっちゃく見えちゃうから、なかなか手がつけられなかったんだよね。うん、だから今回うまくいったら結構革命かも。はい、コンシーラーでうめうめしたんだけど、この上をこのカットクリースの影色に使ったブラウンよりも明るいブラウン、これ何が言いたいかはね、アイシャドウで埋めた後にお伝えするわね。やっべ、すっごい下になっちゃった。うん、こんな感じ。わかるかな？スモーキーアイって特にカットクリースも何もせずに目の周りを、まあ、暗く色をね、囲っていくっていうメイクじゃない？これの狙いは、もともと二重まぶたの人がスモーキーアイをやった風。だから蓋を偽造した色をアイシャドウ1で使ったようなブラウンに近しいけどちょっと明るい色でね、埋めてみたのよ。狙い通り。カットクリースと肌のハイトーンの色がね、合ってないから、この間を明るいアイシャドウの色で埋めて繋いでいきます。最強。さらにこの上にキラキラのアイシャドウを乗せたら、カットクリースの工程をね、完成なの早いと思うの？そうでもないか。じゃあ、こっちまた行きましょう。ごめん。まだカットクリースの工程終わってませんでした。目尻側を締め色で締めていかないといけなかったのよ。締めていきます。アイシャドウの位置とつなげて、こう全体的に平行四辺形になっていくようにアイシャドウの形を作っていきます。ちょっとスモーキーアイっぽくなってきたね。全然やり方違うし、スモーキーアイよりも全然小難しいやり方してるんだけど、二重まぶたの人のスモーキーアイっぽく見えてきたでしょ。そしたら今回、ラテカラーのメイクをしてるってさっき言ったじゃない。だからできれば全体的にラテカラーでまとめていきたいんだけど、目尻だけボワッとね、黒、真っ黒ね、のせて、もうギュンギュンに、もう最強の締め上げをしていこうかなと思って。この黒をもうね、周りに綺麗にふわーっとぼかしちゃう。うん、これだけ。これでやっとカットクリスはね、完成なのよ。で、こっちにもやっていきましょう。二重まぶたのスモーキーアイ風、わかる？強いわね。最強ね、最強なんだけど、まずは一つ目のポイントで、一重まぶたの人がスモーキーアイをやった時に、目がね、厚ぼったくなって、ますます目がちっちゃくなっちゃうって現象をね、偽物の二重を作ることで、一つ、まずは解決してみました。あら、いいわね。さっきね、ちらっと言ったんだけど、アイシャドウも平行四辺形の形のせてるから、ね、切れ長の、クールビューティーになってきてるのわかるかしら。じゃあ、次の工程いきましょう。次の工程は、アイシャドウの、2をやっていきましょう。
アイシャドウの2でやるのはもちろんスモーキーアイだから目の下もね暗い色で覆っていくんだけど、ひと手間加えることで目がね大きく見えるの。ここまでやってきた私のメイクの経験も生かしつつやっていくから、ちょっとね注目してみててちょうだい。インレイの工程お見せするの久しぶりじゃない？やっぱスモーキーアイは目のキワキワまでね黒くなる。でね、下まぶたもインライン乗せるんだけど、ちょっとねポイントがあって、見てて、ここまで黒目の下あたりまで、うん、これがポイントね。でこれね、こっちもやっちゃいましょう。はいはいはい、インライン塗りました。インラインの工程ね久々に動画で見せたよね。今回はスモーキーアイだから、次の工程いくんだけど、ここが一重まぶたの人のスモーキーアイの目を大きく見せるポイントの2つ目やっていきましょう。まずはカットクリースのラインの一番濃い影色で使ったのと同じアイシャドウで、下まぶたのね、目のね、アイのラ、え？下まぶたのアイのライン、下まぶたのアイのライン、アイのラインをね、描いていきます。綺麗なアイのライン。うん、この感じ見覚えあるでしょ？そう。中華系、もしくは韓国系のメイクの三角ゾーンをね、作っちゃう。上まぶたは二重、下まぶたは三角ゾーンで、目をねトリックアート的に大きく見せていくって感じね。そしたらね、目頭側だけこのアイラインをね黒くするのよ。これで下のアイライン全部を黒にしちゃうと、もうぐるっと一周黒になっちゃって、今回やってるラテカラーのアイメイクがちょっと壊れちゃうのよ。目尻と目頭だけこの一直線上だけこう締める感じで黒いアイシャドウを使います。うん、ちょうどさっき目の下までインライン引いたでしょ、そのあたりまで。うん、こんな感じ。なんか結構スモーキーアイっぽく見えてきたでしょ。でね、これを下に向かってトランジションしてったら2回目のねアイシャドウね完成なのよ。あ、ごめんごめん、あと1個あった。三角ゾーンの中をコンシアでお掃除したら2回目のアイシャドウね完成でした。やっていきましょう。こっちまでいきましょう。ほら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 、姉さん、うちの人誘惑するのやめてくれへんでしゃろかいな。姉さんの怒る顔は怖い。あ、ごめんなさいね。今のは私が幼少期、小学生の頃に、極妻ごっこやってたの。思い出のセリフ。小学生よ。でっしゃろかいなって何？あんのそんな言葉。でもアイメイク見てこれ。目の大きい人のスモーキーアイに見えるよね。私的に結構すっごいと思ってるんだけど。あ、すごい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 。ね、スモーキーアイやりたい。スモーキーアイやりたいのよ。スモーキーアイってめちゃめちゃかっこいいじゃん。私みたいなね、アジア人丸出しの一重まぶたの、ましてやおじさんがね、スモーキーアイやると、目がもうほんとこんな、ビス穴よ。トリックアートで目が大きく見える方法が分かったら、どっかでやるしかないじゃない。じゃあ次の工程いきましょう。次の工程は、アイライン。さあ、皆さんご唱和ください。アイライン様、お出ましくださいませ。今回は目頭の白目の拡張はなし。続いてウィング。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ、超綺麗。じゃあこっちもやっちゃいましょう。ちょっと待って、モブのワイフ、アイメイクさ、二重まぶたの女がスモーキーアイにしてる感じわかるでしょ、伝わるでしょ、すごくない？完全にトリックアートなんだけど。あら、綺麗。お嬢しやせ。ね、メイクが最高潮なんだけど、ここでみんなお待ちかねのあの工程いきましょう。リップ。
ね、リップをやっていくんだけど、リップさ、みんな何色がいいと思う？アイメイクがこんな感じだから、まあ、ブラウンも合うと思うの。ヌード系も合うと思う。まあ、ベタに真っ赤っていうのもね、綺麗よね。決めた。ピュック、しかもモーブ系のピュック、可愛くない？そしたら真ん中はヌーディーな色味で埋めていきましょう。めちゃめちゃ可愛くない？赤とかブラウンとかもまあ絶対似合うとは思うんだけど、あえて色外すとさ、なんかちょっと都会的、洗練された印象になると思わない？うん、綺麗。しかも今回オーバーリップめっちゃ可愛くできたかも。上唇が大きい感じ。マットなリップも可愛いんだけど、ほんの少しテカテカしてる方がね、多分ね、可愛いと思うのよ。モブワイフ的にもそっちの方が色っぽくていい気がする。あの、私の勝手なイメージなんだけど、モブワイフとかああいう強そうな女性って、お家の中とものすごい女性的なコーディネートにしそうなイメージ。だからリップとかもとても女性的に美しい、うん、そういうディテールを好むようなイメージがあるのよね。わかるでしょ？うん、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。見て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 、メイクも佳境。つよつよ最強のモブワイフがね、ちょっとずつ見えてきてるんだけどさ、普通にモブワイフをやる分にはここで終わってもいいかなって思うんだけど、ちょっとね、私の中のモブワイフの勝手なイメージがあって、直訳するとギャングの嫁さんって意味なのね。ナリキンっぽい、昔は悪かったけど今はギャングに見染められていい暮らしをしているみたいな空気をね、ちょっと出したいのよ。そうそう、そんなディテールを載せていこうかなと思ってんのよ。というわけで次の工程、デコレーション。はい、デコレーションやってくんだけど、まあね、ずらずらと説明したんだけど、早い話が、タトゥーシール貼りたいの。あの、ドラゴンタトゥーの時みたいに、え、書かないの？っていう人もいるかもしれないけど、今日貼らせて。ここに貼ったら可愛いと思いません？昨日実験したのよ。そしたらね、あの、貼れたは貼れたけど、めっちゃ難しかったの。だからちょっと不安なんだよね、今。結構水をね、染み込ませなきゃいけなかった。荒れましたよなんてさ、タトゥーが言ってくれるわけじゃないからさ、びしゃびしゃにするわ。どうなってると腫れたって、待って、あ、腫れたんじゃない？これさ、上下逆だったのかも。まあいいわ、可愛いから許してあげる。これ多分上下逆だわ。ほら、これ触覚でしょ。これ触覚下向いちゃった。でもね、すっこれかわいい。許してあげる、こういうのはもう。上下も分かんないようなおバカさんな女ってことでいいんじゃない？はい。そしたら、チークとかハイライトももうこの工程でのけちゃおうかな。この上から、どんどんのせちゃっちゃう。本当はね、考えたのはこの上にもファンデーションちょっとかぶせちゃって、本当に入れ墨の上からのメイクをした人みたいにしようかともちょっと思ったんだけど、日焼けっぽく見えるチークはやめとくわ。チークかわいい。チークすると本当にかわいくなるよね。チーク大好き。ハイライトはゴールド系のがいいか。じゃあもう同じパレットの中に入ってるハイライトの中にのっけようかな。はいはいはい。うん、素敵よ。ほっぺたのハイライトね、いつもちょっと特別なやつつけてて。タトゥーシールの上からハイライトのせたかったから、真っ先にタトゥーシールつけた。うん、綺麗。デコレーションの工程最後、あのね、ほくろ。ほくろってさ、可愛いのよ。ほくろ嫌がってる子って結構いる気がするんだけど、ほくろってチャームポイントなのよ。うん、ここ綺麗なのよ。はい、デコレーションができました。うん、可愛い。あは、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 あは。よぴよき。よきよぴ。では、
メイクを仕上げてお着替えをして戻ってまいります。さてさて皆様、メイクが完成しました。今回チャレンジしたメイクはモブワイフかの小田切先生もそうよと大絶賛された、欧米で大流行中のトレンドメイク、目が小さく見えがちな一重まぶたさんのスモーキーアイズもね、カットクリスで二重まぶたを作ったり、中華メイクの三角ゾーンを作ったり、あの手この手でまるで二重まぶたのもともと目が大きな女性がスモーキーアイをしたような、そんな感じのメイクに仕上がったんだけど、目大きく見えるでしょ。そのほっぺにタトゥーシールも貼ってみたんだけど、これめっちゃ可愛いと思わない？何よりもこの今欧米で大ヒット中のラテカラーのスモーキーアイが最高にガバッチ。お洋服なんだけどさ、もういかにもなヒョウ柄ワンピにジャラジャラの金アクセ、昔のマライア・キャリーがやってたみたいなゆるふわワンレンロング、いかにもな悪い男の嫁さんみたいな、そんなルックにしてみたんだけど、これモブワイフじゃなくてワイフスキンのモブになってないよ。でもこのギャングの嫁さんのいかにもな雰囲気はね、かなり出てると思うのよ。とにもかくにも行くところ敵なしの最強のモブワイフ、今回のメイクは大成功。今回のメイクも大変よくできました。今回の動画いかがだったでしょうか？よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラッグメイクチャンネル、よぴチャンネルのよぴちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。